ミニメカニック TV。 プロデューサーは今日も遅刻か。あ、連絡が来た。カリンちゃん、プロデューサーは今日も遅刻か。なんて考えていた頃かもしれないが大正解だ。けれどこれにはしっかりとした理由がある。楽器店で趣味のドラムを試奏していたら、あまりの素晴らしさにお客さんが集まり始めてしまってね。騒ぎを聞きつけたテレビ局もこれから取材に来るというし、どうしても店を出られなくなってしまったというわけなんだ。そういえばプロデューサーはドラムが趣味だったっけ。なので今回も宿題を用意した。赤の R 社が開発したアプリで自動車整備士資格試験の対策を視聴者のみんなとやるように。赤の R 社が開発した例のアプリで今日も勉強ね。みんな頑張りましょう。今日勉強するのは整備士資格試験の暗記ポイント、初充電。初充電とは新しい未充電バッテリーを使用するとき、バッテリ電解液注入後最初に行う充電のことを指します。なぜ初充電が必要かというと、バッテリは時間の経過により保管中も自己放電し、徐々に容量が低下しているからなんです。初充電を行うメリットとしては、バッテリの寿命を伸ばせることが挙げられます。メーカーによっては推奨している場合もあるので確認してみてくださいね。ただし初充電を行うには充電器が必要なのでお忘れなく。充電器にはいくつか種類があるけれど、車の容量に対して充電器の出力が大きすぎても逆に小さすぎても充電に余計な時間がかかってしまう可能性があります。効率よく初充電できるよう自分の車に合ったものを探してみてね。初充電のポイントは、バッテリ電解液注入後最初に行う充電、バッテリの寿命を延ばせる、初充電を行うには充電器が必要の3つですね。これが暗記ポイント、初充電ね。覚えました。みんなも初充電は覚えられましたか？もしわからないとか、もっと詳しく知りたいとかあればコメント欄でコメントをください。自動車整備士の勉強アプリは概要欄からもダウンロードができるから、ぜひみんなもダウンロードしてね。ミニメカニック TV、 カリンでした。またね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。